いつもはそのシャンテン戻しとか3ャンテン戻しとかして自敗統一落としとか挟んでゆったり打つんですけどもしこれ好調だと思ってたら自敗から切りそうなんか普段んだったあでもこれ今回はゴロチがゴロチの3色あるんで自敗切る人が多そうですけど本一見ながら行くとかじゃなくてもうストレートに組んでくるんですよねその瀬戸熊さんのいい時みたいな。 皆さん。うわ。はつこれ初ツる、初ハるよ。キル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 。いや今そのハツペーってなっちゃうとちょっと捨て牌が強くなっちゃうからペー初にしたかったんだと思うこれ初、これ初、ツハツ絶対絶対絶対ハツやばこれ。どうなっちゃうの？え白は？白はやばい1。立川さんが1枚。立川さんは手悪シャーチャですけどいやでもでもでもトーンポンできれば上がりそうだし。 いや,いや早い段階で切られあそこでもいやでも初切ってるんですよ先に切っちゃいそうじゃないっあっ確かに切っちゃうじゃん、ね、これこれが初切りの怖さやばえでもこれ待って初切って、はい、じゃ白ポンはいあれでも初は持ってないっていう頭の中にできちゃうからああドラドラに見えますねドラドラですねねドドドドラドラララでのなんなら両面天敗じゃねって感じに思っちゃいそうずるいですねこれすごいハイパイいきましたね <laughs> で山にあるんですもんね白まだ一枚ね。うんん。デも。なので次立川さん打たれても全然おかしくない。うんうんうん、でも古川さんはもうイケイケどんどん親番だと思ってるから。<laughs> いやわかんないわかんない。ないない <laughs> もう一回ぐらいねコウタさん決めたら多分そのモードになりそう。はい。あ今も五浪の三色イーシャンテンですよ。これまあ天杯まで引っ張る可能性ありますけど。はい いやもう時間の問題。あ,ワクワクあ、ていうか白鳥さんの全中の一、e、品面白いですね。両品の受け入れうちの。そうもう大三元なんで、<っ>その上がりづらい完両品なんていらないと。これもまた面白い選択出ましたね。です,ねですですです白鳥さんロワンポンしなかったですね。<ー>大三元のなりやすさが大差と。 ロ老眼をポンしてしまうと、ジャンと候補がなくなって、はい、第三元の可能性がかなり低くなってしまうんで。えええ、もう、今持っているチュンチャンパイがね、結構、その、うちによっていて、面接作りやすいので、そこはスルーして、ね、十分と。もう、第三元一本に絞った。<laughs> は打、い、ち筋が。あ、来た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 。くっつけだよ、くっつけだよ。どこ切るのえ、チーワンチーワンチーワン。これはチーワン。チーワンね。チーワンでしょう。チーワン。 いや,ピンんいやでもマンズの上がいいってことか、ね、いやローワンが今自分の目から3枚ですよいやこれさすがにチーワンだと思うけどななんか捨て牌とかを意識してるかもしれないですねチーソじゃ例えばこれチー、うん、今チーソ出ると本一の想像の本質の可能性を意識させられるとかロ面白いねこれはんだろう,いやもうシンプルにくっつきの枚数じゃないですか先輩フローピンあっすごいじゃないこれすごいじゃない、ね、だって ピンズ安かったんでそこ残すかなと思ったんですけどシンプルにそのスチーピンがそこそこ見えてるっていう理由な気はしますけどねうわやばああきたロッキュソロッキソロッキュピンここに4枚あるからねロッキュソはロッキュソはね手のちで5枚使われてるバに1枚ヤマ2枚でロッキュピンはロッキュピンすごくないめっちゃあるんじゃない5ヤぐらい5対 2? さすがに。いやいやいや、答えにわか,かんない。よわかんない。だって千五百と。三万二千。やば。積もって八千一万六千。親子ぶりはフラッシュです。六九総体。あ、でも。いや。今だ <laughs> ったけど、ね <laughs> <ー> <laughs>。フラッシュながりとなりました。インフル。千五百八千八百。いや、めちゃくちゃ工夫入れたんですけどね。缶リャピン払って。ね。